おはようございます。釣り子 TV です。いろいろな針をですね買ってみて、今年いろいろ試していこうっていう、まあ、最強の針はどれかなんていう感じでですね、針ねいい使ってみたいの見つけたら、まあ、どんどん買っていこうと思うんですけども、この前紹介したのがこのねフリッピングフックっていうことで、まあ、スクリュー式のでフッ素加工がしてあってというこんな感じの針ご紹介したんですけども、もう一つねカルティバで気になった針がこのマルチオフセットフックですよね。去年ぐらいからですね、ギルフラット1世のやつですね、あれを使って、まあ、ギルパターンの釣りで、まあ、ちょっとでかいのも釣れたりしてね、今年さらにですねハイシーズン練習していこうかなと思っているんですけども、で、ギルフラットに推奨のフックはどれなんだろうっていうことをいろいろインターネットとかで見ていくと、このマルチオフセットをつける前提で、まあ、バランス作ってあるよって、まあ、サイズはちょっとこれ60ってのを買ってみたんで違うかもしれないんですけども、こんな感じで書いてあってですね、そのマルチオフセットってなかなか釣り具屋さんで見かけなかったんですけども、今回ですねいっぱいサイズ別に売っていたんで、まずですねこの60番っていうのを買ってきてみましたね。ここに村上春彦さん監修って書いてありますからね。でポイントはまあ縦感とかいろいろ書いてありますけども、じゃあ早速ですね一つ開けていきたいと思います。こんな感じの針なんですね。で最近流行りのこのフッ素加工が施されているんで、こうツルツルね、ツルツル で見て特徴的なのがここが縦ですね。ね、縦感だから、まあなんていうか、まあ、ダウンショットで組むっていう時なんかは縦感だとねリグリづらいとかあるかもしれないですけど、まあ、テキサスリグとかなんかそういった釣りでは、まあ、関係ないですからね、ちょっといいんじゃないかなと思って。で一番気になったのがブルフラットとかで自分が一番お気に入りで使っているのがこのですね、これもカルティバのビーストっていう針なんですけどね、これが40番、これで使うと一番自分はフッキングがしやすいなと思って、冬の時期もですねだいたいこの針で、でギルフラットもだいたい全部この針でやっていたんですけども、これほんとなんか買いづらいんですよね。うん、大きなサイズとかはですね結構在庫あったりするんですけども、この一番使いたい40番がですねなかなか売ってなくて、それでもういよいよインターネットでアマゾンとか使ってですね探し出しても結構見つからないんですよ、このカルティバのビーストっていう、スーパーワイドゲームなこの針ですね。懐の広いやつないかななんていう風に探していたってのもあって、そういう時にこのスーパーワイドギャップな針ね、これちょっと似てないですか、この懐の広さ、この若干ビーストの方が若干ですね、これさらに懐が広くなっているんですけども、この針先で合わせていくとですね、わかるかな、こんな感じで、さらにビーストの方が広くはあるんですが、まあここまで広くなくてもいいのかもしれないなっていうところもあってですね、でまあこんだけガクンと落差があればフッキングもしやすいんじゃないかな、なんとなくこう似た形だったというところと、まあこれ40番なんですけどね、今回こっち60番っていうのを買ったんですけど、まあここがちょっとだけ頭の愛の部分が長くなって若干でも何ミリかですかね、こんな感じなんですけども、60番だったらだいたいイメージ通りの長さに収まるなと思って、でまあこのフッ素加工ねされてるんで、できればねこのビーストフックのフッ素加工したものがあったらベストなんですけども、このスクリュー式ってのが自分どうにも好きなんで、ワームがずれづらくてですね、まあ結構きついカバーにも入れ込みやすいっていうことでお気に入りなんですけども、今回久しぶりにですねこういう感じのスクリューじゃなくて
で、そのギル系ワーム使うので最適な針はどれかなということで一つ買ってきてみました。で、一袋300円で売ってますね。でね、裏にね、説明書きが書いてあって B99 マルチオフセットっていうことで、新提案形状のワームフックで、ワーム装着時の持ちやすさとフッキング時のパワーロスを抑える縦管設計、貫通性能抜群のマジックフッ素採用、ロングネックでワームのズレ激減、シンカー装着を想定した絶妙な関係、まあ、関係というのはこの管の径のことって感じで書いてありますけども、結構ね、そのまあ最近のギル系ワームとかね、そういったやつに、使いやすいんじゃないかなと、もうそういう感じで作られている針なの で、ここがね、ロングネック、ちょっと長いんですね、オフセットのこのワームの頭が来るところが、ここがこの絶妙にちょっと長くなっていることによって、非常にワームの何て言うんですかね、持ちでいいのかな、そのズレ硬さっていうのか、そういったのがすごい使いやすくなってるよっていうようなことみたいなんで、でこの縦感とかにも、意味がある。これもですね、ワーム装着時の、あ、そっか、このワームを装着するときに持ちやすいよっていうね、刺しやすいよっていう、こういったところもあって、縦感どうですかっていう感じになってるみたいなんですけども、どうでしょうか、非常にね、今年、まあいろいろまた針もね、いろんな形状が出てくると思いますので、でこのカルティバのね、本当スキニーリップとかね、いろいろ微妙な形ね、こういうのいかがですかっていう提案の形いっぱい出てきますからね、その中で、まあ、自分の釣りとか自分の使うワームに合ったね、針を見つけられたらベストなんじゃないかなと思うんですけども、じゃあちょっと早速ですね、ギル系ワームにこれ昇華してみようかなと思います。はい、というわけでね、最近の使ってるギル系ワームってことで、まあ結構ね、いつも使っているブルフラットの 4.8 インチと、あとですね、去年から、いろいろ投げてみているギルフラット、これを買ってきて、普段はね、このフックね、これが、一番使ってるんですけども、今回はこのマルチオフセットので、60番っていう長さがね、また、あ、そっか、あ、つけてみようと思うとなんか感じますね、この縦にこう持つんで、で、釣りビジョンのこれの紹介とかね、ギアステーションとかで見ていても、ここのまあちょっと上目に刺してとか、すごい細かいですね、刺し方の、ご説明なんかあったんですけど、まあ、何にしてもこの縦合いね、センター取りやすいで、まっすぐ持ちやすいね。で、こう刺して、ぐにゅにゅにゅにね。ここのね、長くなったことによって若干違うんですかね。あ、で、これで刺していくと、で、ここのヒレの部分に針先がちょっと隠れるような、あらららら。で、ここの懐もすごい広くスペースが確保されているじゃん。こりゃで、こうなった時のこの針先ね、いっぱい出てほしいなっていうワイドギャップへの願いがありますん で、これは結構ナイスバランスなんじゃないですかね。ちょっと、これはいい針だぞと。で、まあこれはね、まあぴったり合うはずだということで、で、こっちね、ブルフラットもね、いろんな針試してるんですけどね、フッ素加工だとどういう針がいいのかなっていうのをちょっと探り探りやっているんで、これもね、今年試してみたいんですけどね、この60番、あ、縦合い刺しやすいですね、センター取りやすい。こんな感じ。これがですね、ブルフラットの 4.8 にマルチオフセットの60番昇華した。これもね、こんぐらい
ギャップが欲しいなっていうぴったりのピコーンと出て、うん、針先もバッチリ、うん、このワイドギャップのおかげでガクッと出るなって、こういうぐらい出てほしいなっていう、ね、感じで出ますんで、でなんだろうな、40とか50とかそんぐらいがいいのかなと思ってたんですけど、こう実際にまだね釣り場じゃないですけどね、家で合わせた感じは60番で申し分ないんじゃないかなね。これはちょっといろいろと試してみたいなと思うんですけどね。またねこれがねいっぱい店頭にバカバカって並べばね、あんまりほんとこれ関東でね見かけない針なんで、これビーストの40番ってやつなんですけどね、これまああったらもう3袋とか4袋だったら自分大好きなんで大人買いしちゃうぐらい好きなんですが、まあ何にしてもこれがあんまり見かけなくなってきたっていうことで、こっちね結構似た感じの角度とか、こうガクッとまっすぐピッとね、こう曲がっていくところとかですね、あとはここの何にしても懐の広さね、でできればねこれでこのスクリューねツイストロックがついているともうほんと好きなんですけど、まあそういったのを見越してねこれもうフリッピングフック買ってみたんですけど、これってここまでなんかワイドじゃないんですよね。もうちょっとナロー、これに比べるとナローゲームだなっていう感じになるんで、まあこんな感じでこんな感じでね、まあ針好きはね針いろんな自分の理想の形ね、追求していくかなとは思うんですけど、まあこの他にもまあ例えばねやっぱ定番のインフィニーね、流儀のインフィニー買ってみたりとか、これもねかなりワイドギャップで使いやすいな、通常使いだとこのインフィニシリーズもね各番手持ってないと不安になるんですけども、まあこのフリッピンストレートとかがあるんですけど、ここにちょっとね今年はこの村上春彦さん監修の、マルチオフセットね、これもしばらく使い込んでみようかなと思って、一袋買ってきてみました。というわけで本日の釣り講 TV はですね、こちらカルティバのマルチオフセット、このフックをですね買ってきて、ギルワームに合わせてみて、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。